山口真也は日本のアナウンサーである NHKTBS で活動した山口真いよいよまたは山口誠いよいよと表記する場合もある神奈川県出身神奈川県立横浜水嵐高等学校第15回卒業生東京大学文学部卒業1967年に NHK へ入局 森岡局大阪局で勤務した。1973年6月に TBS へ中途採用で入社。主にスポーツ番組の実況、キャスターとして活動した。後にアナウンス職から離れ編成職となる。その後経理局経理部へ移動し、経理局次長兼経理部長、経営企画局長、執行役員を務めた。経営企画局長時代には、 役員会議の司会を務めることもあった。その間、2004年には当時存在したテレビ制作部門誌、会社3社の合併にあたり、新会社準備室長を務めた。また、2003年6月30日から2007年6月29日までの間、テレビネットの系列局であるテレビ山口で取締役を務めたほか、2007年までには、 TBS グループのシンクタンクである TBS メディア総合研究所の非常勤取締役も務めた。2010年9月25日、母校横浜水嵐高校が担当幹事のイベント第5回青春神奈川高火祭で総合司会を務めた。すべて TBS 時代のもの、ありがとうございます。